新城城は、富山県富山市街地の東約4キロメートル、新城町一丁目地内の新城小学校の場所にあった。城は、北陸街道沿いの富山と水橋の中間地点、北の東、岩瀬や東の大岩、南の上滝、笹津など、各方面へ向かう道筋が分岐する交通の要衝に位置した平城だった。新城城跡は、 上岸寺川中流佐賀に位置し、標高13から14メートルの微高地上に立地する。富山から水橋へ抜ける旧北陸街道沿いという交通の要衝に作られた戦国の平城として知られる。越後上杉氏が越中支配のため戦略上の拠点とした重要な城である。江戸時代の記録によれば、城の規模は本丸が東西75から78巻。 南北52から70件と記されている。1550年天文年間に、三輪の市が築城市代々居住する。新城小学校体育館改築工事に先立つ、発掘調査において、校舎、体育館の下に定石が確認された。さらに、それ以前に、アスカ、 白鳳時代や平安時代の集落跡、室町時代の館跡も存在していることがわかり、古くからここに人々が暮らしていたことが明らかになった。ありがとうございます。